はい、なんとなくテント内も整ったところで、今がですね3時50分ぐらいなんですけど、まあ朝からね、何も食べてなくてコーンスープ飲んだりコーヒー飲んだりっていう感じで汁物ばっかりなんですけど、今日はですね、さすがにこう旅2週間続けているとだんだん手持ちの資金が乏しくなって、貧相な食事となりそうなんですが、その中でも前回の時にね買って食べなかったカルボナーラ、これをですねまずは食べたいなというふうに考えております。まあこれは、湯煎して和えるだけという感じなので簡単にできると思いますので、これから作ってみたいと思います。パスタ茹でますから、パスタ用のお水を入れて沸かします。塩、この時間内何食べてもおやつでしょう。塩で、今日は車の中にあったアニエージという 1.5 ミリで茹で時間6分ということなので、これ確かね 100g ずつ一束が100、乾麺100だから1個とちょっと半分ぐらいをね入れておやつにしてみようかと思っております。何分だろうか。あ、沸いてきました。では、何時56分、56分から6分、はい、はい、そしたらばこちらの方も火をつけて、でちゃんとあの桶、排水用の桶用意しているので、これの中にね、あと1分あと1分本当にちょっと1回ちょっと試ししてみようか。はい、こちら止めました。でザルに開けます。タオルに取って、よっしゃー、ザーッ、でこう開けてね、んでこちら側ももう OK しょう、うぃー、カルボナーラをピシッと切ってで、あえて混ぜるだけ、ドバー、はい、出来上がりました。カルボナーラです。まあ本当にあえるだけで胡椒とかね、そういうのがあればよかったんですが、今ないのでこれで行ってみたいと思います。アラビッコちょっと探してこようかな。アラビッコ酒確かあったような気がするんだよな。ちょっと探してくるわ。あるあるか。レレレレッテレー、アラビキコショウありました。これをねちょっとアラビキコショウガリ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 とやったつもりでいって、茨城の田中さん、落としやダメですよ、絶対落としやダメですよ。ではいただきます。ああうまそう、よいしょ。美香さん、おやつ、うん、もう本当に会えるだけなんだけど悪くないよね、今のこういうレトルト系は。しかも外で食べてるから余計うまいよね。おいしそうみたい。おいしいんだよ、食べることって幸せでしょ。こっち側に川が見えるからね。リカさん、エンジン音聞こえるの、新鮮 www。 そう、いつもと違ってここは道の駅ですから、この向こう側にはいっぱい車が止まっているという垣根を一個挟んだところでね、ブンブン車が通ってるキャンプ場、今までにない体験だよね、道の駅っていうのはね。ちょっと新鮮でもあるよね。で反対側に川が流れてるので、かえってここは人がこう入ってこないところでしょ、垣根一個だけだけど。
ほら、見てください、このツヤッツヤのパスタを、ツヤッツヤ。しかも細麺タイプなんで、ススススッと入ってくるでしょ。パスタも僕はどっちかっていうと太麺よりは細麺の方が好きで、こうやってねスプーンの上でくる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 巻いて一口大の大きさにして頬張るのが好きなんですよ。ズルズルっていうのは僕あんまり好きじゃなくて、濃厚というよりはどっちかっていうとちょっとサラサラ系、サラサラ系。もし濃厚の方が良ければ少しフライパンの上で煽ってあげれば少しこうもうちょっととろりとするんじゃないかな。あえただけだとサラサラ系。はい、ということで美味しくいただきました。ペロリとペロリとカルボナーラいかしていただきました。あとは夕ご飯ですね。夕ご飯キャンプって結局ぼーっとしてなんか美味しいもん食べてその繰り返しだもんね。じゃあ酒浸りか。僕酒飲まないからね、食べることがやっぱり楽しいかな。お皿もキレキレイ、すぐにね食べてキレイにすれば。やっぱり大自然の中で飲める人たちは飲んだらそりゃうまいよ。僕も飲めたらそれはね、酔っ払ってったらすごい気持ちいいだろうなと思うよ。こんな自然の中でさ、飲めないからこう食べることにやっぱりあれなんじゃない、意識は向くんじゃない。だから飲む人たちは簡単に作って飲むと、ただ食べる飲めない人たちはこう作ることに楽しみを覚えてっていう感じなんじゃないかな。ああ、飲みながらの焚き火ね。あれ一番まったりできそうだよね。飲みながら焚き火するってすげえまったりできそう。ちょっとさ、晴れてる間にちょっと電気は、あの晴れてる間にあれ見に行く？川もう下にね降りていける川があるのよ。でまあ暗くなっちゃうと見えなくなっちゃうからね、ちょっとそれを見に行きましょうか。でね、今こうやってここが道の駅なんですよ。でこっち側が、サイトで6サイトあるという感じなんですけども、この下にですね、川が流れてます。向こうから下に降りていけるので、ほら川があるでしょう。一応ダムの放流とかで増水はするみたいなんですけど、多分またまあサイレンが鳴るもんね。だからここの下ではキャンプはできませんけど、テントを張ることは多分できないんじゃないかなと思うんですけど、こういう川があってですね。で、道の駅の裏側になるので、おそらく人はね、入ってこない。キャンプやってる人ぐらいしか入ってこないし、あとは知ってる地元の人だよね。あ、ウィーフィーが、切れてるかな？ちょっと繋がってるんじゃないの？あ、太陽出てきた。気持ちよくなったね。太陽出てきて。気分のいい天気になってまいりました。で、あったかいのよ。で、空が、もう雨雲じゃない、これは。雨雲じゃ、ちょっとこれ上向けると多分空の色が、うなっちに空の色見しちゃうかな。ほら、どう見えた？ほら、空が青いでしょう。すごいね、あったかい。で、今テントの、向こう側、テントの反対側が、駐車場、道の駅の駐車場で目隠ししてるから、全然大丈夫です。ほら、なんかピリッと辛い海の味、明太子ふりかけつのもらったの。うまそうじゃない？わあ、うまそう。なんかほら、こういう明太子ふりかけ、茨城の田中さん、絶対うまいよこれ。これかけてご飯にかけて食ったら、それ美味しいやつじゃないか。あ、すごい明太子の香りする。これうまいよ絶対。ご飯にかけて食べたらうまそうじゃね。パーキングに夜の
スエのパーキングにわざわざ来てくれた人、本当はあそこの源氏の森にリアトしに行こうと思ったらしいんだけど、ちょうど入れ違いで僕がもう帰り始めちゃったから、それで、追っかけてスエのパーキングに来てくれたの。これがスージ君にもらった博多通りもん。てれれれってれー、博多通りもん、うまいぜー。うらベッグ星さん、おいしいの出てきた。一人でここでぼーっと。そうね、ベッグ星さん、秋葉さんはリスナーとおしゃべりしたくてキャンプしてますよね。うなちさん、キャスなしの無言キャンプなんて耐えられないの僕って言ってごらん W。 いや耐えらんないの僕、耐えらんない、無理。多分じゃあキャスなしでソロキャンプ行けって言ったら、多分あちこち電話かけまくってると思うよ。こう電話して、もしもし元気、今何してんのとか言って、うなちさん寂しがりだな、笑うな。え、僕今キャンプ場キャンプしてんのとか言って、暇だからさとか言って絶対電話してるよ。海龍さん、キャンプの楽しみキャス。そうだ、旅やってんのだって、こんだけ長距離走るときにキャスなしだったら やんないよ。こんな九州までさ1000キロ近く走ってさ、キャスなしだったら、これ動画だけだったらきついぜ。2週間、きついきついきつい、無理無理無理で、何の情報もなくてさ、明日どこ行こうってこう考えるとさ、全部自分でそれやるんでしょ、調べるんでしょ。キャスがなかったら何していいかわからないよね。今だとさ、ここのキャンプ場にしてもさ、全部こうデコちゃんがいろいろ候補を調べてくれて、でどうですかっていう提案が来るじゃん。でいろんな値段とか場所とか、それから動画の値段になるかとか、いろいろ調べてくれるんだよね。だからそれで助かって、いろいろこうパッ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 と動いていけるけど、これがなかったら自分で一回一回全部調べたって時間かかっちゃうから。道楽さん、アシスタントデコさんの力、マーガンの乗りクロス、デコちゃんとかこう X1 とかあの辺の協力がないとやっぱりきついよね。デコちゃんの力はでかいよ。いろんなこういろんなとこ調べてもらったり、欲しいなと思うときにこう電話番号が出てきたりとかさ、じゃないと順調に回れないもん。ありがたいっすよ。探すふりして待ってるんだから。で、じゃあ心の中で早く電話番号出せよデコトラーとかって思いながら、とか言いながら、早く出せよこの野郎って思いながら、ググレカスって言いながら、非常か男でした。まあ大体多分ね、何を求めてるのか分かるんだろうね。すっと出てくる時あるよね。そういう人がいないと成り立たないよね。ありがたや。そうそうそう、ありがたいよ。で、まあ X1 とかデコちゃんとかつのはコメントがバーバー流れてる時は一切出てこないでしょ。で、コメントが詰まってるからコメントがこう止まってくると、止まってくるとコメントが入ってくるのよ。だからこうなるべく話のネタを振ったりとか、こういろんな初見さんが来たりとか、いろんな人がわーっとしてコメントが流れるときはあんまり出てこないよね。だからそれがその子さんがゆえにもう分かりきってるところ、まあそれはありがたいよね。美香さん、確かに。だから他でガッと盛り上がってるときは出てこないし、コメントが少なくなってきたなと思うとポツンポツンとネタぶっこんでくるから、こういうところで助けられてるっていうのはあるよね。 X1 さんも配信をしてるから、どういう風な流れで行ったら面白いのかって見えてるしね。あ、コメントなくてちょっと話のネタに辛そうだなと思うとパッと入れたりとかっていう気遣いはすごく感じる。ありがたいなと思うよ。やっぱりキャスをずっとね、フル枠何回もやるから、ずっとネタが、自分もそうしよう、ずっとネタが続くわけじゃないから、そういう時にちょっと違うネタとか、コメントがなかったらこう話が続かないからね。で、僕もやっぱりなるべくコメントしてもらおうともいうネタの取り方とか振りとかっていうふうにはするけど、
ぱりこうプツッと切れちゃう時があるからさ、デコちゃんなんかこうもう検索大魔王だからさ、もう家にいる時はやっぱガーッと検索してやってくれるしね。表ね、まあ、コメント欄に書いた方がいい情報と、これから裏でね、裏で DM とかで送った方がいい情報とかあるから、まあ、使い分けてもらってるんで、もうすごいありがたいよ。えらい助かっとるもん。真面目に助かっとるよ。まあそうやっていろんな人の力を借りてね、成り立ってるからね。僕一人じゃもうとてもじゃないけど成り立たないから。だからキャスやるとか動画やるとか旅、まあこの旅企画やる上でいろんな人に助けられてるからね。まあそこに応えるのはその人特別扱いするとかそういうんじゃなくて、まあそういうふうな支援をしてもらってみんなにこう楽しんでもらえるようなっていうのはやっぱ心がけるよね。富士 P アップルさん、デコさんはパソコンでキャス見てるんだよね。そう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 、パソコン、家にいるときはだから、あのなるべく協力しますみたいな。秋葉さんが運転中によいしょと言ったときは頭の中で言葉を整理してるときあの段差でとか曲がるときによいしょっていうときはあのネタを探ってるときなんだよ。でどういう組み立てにしてまあ喋っていこうかっていう。うるさいな、トビちゃんは。そうだ、そういうね、癖が分かると。いやいや、前からなの、これ、前から。よいしょっていうときは、あの、次のネタを考えてるときは。バラすなし、そういうとこ。バラすなし。ヒーローズカフェ平井正幸丸さん、ネタがないときは目の前にあるものの話をしますよね。そうなるほどね。 W デコトラさん、リーク。だから下道が好きな理由はそこなのよ。上は何にもないじゃん。上何にもないからネタの拾いようがないの。でも下道走っていけばもう看板もあるし、それこそ地名もあるし、いろんな人歩いてるし、だ下の方が面白いっていうのはネタがいっぱい落ちてるからね。だから下でおもむろに看板を読み始めたら、あ、ネタに困ってんだなと。こんなとこに来来券あったよなんて言ったらさ、あ、こいつネタ探ってアラーメンのネタに持っていこうとしてるなとかね。今度よいしょって言ったら、デコトラさん、優先が大きくなった時も。ああ、優先が大きくなった時は、ちょっとこうネタに困って、あの優先でこう口ずさんでみるとか、歌を歌ってみるとか、替え歌を考えてみるとか、そういうんで困ってる時だよ。マジバラすなよ、いろいろ。寒かった。太陽が山の後ろに沈んだんだ。カロコはね、すごいぞ。カロコはすごい。あの、散々カロコ、おーいって言ってるけど、あいつのね、ネタの作り方は大したもんだよ。もういろんなとこ追い込まれるけど、昨日の温泉もそうだけど、普通に行ったらつまんないじゃん。でもカロコはさ、こう、とんでもない道を送り込んでくれるから、ある意味、そう、ある意味、すげえんだよ。すげえんだよ、カロコ。あ、お疲れ様です。だから、なんだかんだね、言ってるけど、俺は、僕的には楽しんでるんだよね、あのカロコは。こいつすげえと思うよ。こいつわざわざこんなとこ通らせるかとかさ。デコトラさん、カロコはザスだね。そう、わざこんな遠回りさせんのとかさ。いやー、まあね、いろいろやってくれてますよ。カロコは秋葉さんのナイスな相方 W。そう、ナイスな相方だと思う。なかなかのすごい腕。須藤さん、下関でも地元民しか行かないそうだね。ということで、フル枠でございます。またすぐ再開いたしますんで、まだまだ寝かせませんよ。初見さんはですね、一応通知サポートしといてください。またすぐ始まりますんで、チャンネルはそのままです。ではマタニティー。